詩編第三編。ダビデがその子、アブシャルムから逃れた時の参加。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと、セラ。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾。 私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。セラ。私は身をよこたえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ。 立ち上がってください。私の神。私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。セラ。